おっしゃー、リオルスです。それでは本日も刀剣乱舞始めよう。はい。今日は何するんですか、主今君。日は江戸城行きます。だよね。と、突然の前に本丸から催し物へ行けるようになりました。行けなかったんだっけ、今まで。イベントキャンペーン行けるよ。はい。催し物のようです。で、江戸城で、太閤さん、この間ね、回想を見てきた太閤さんが、鍵を集めて宝箱の中にすっぽり入ってると。で、みそはやさんと おでんたさんも入ってる。いいですね。ありがたい、江戸城。で、まあ、あとはいつも通りのセットでございますね。で、これが美味しいんですよ。この4振りだけなんですけども。ね、太閤左文字さんと大般若長光さん、戦後村正さんと、南泉一文字さんの4振りに関しては、2倍経験値が上がると。ね。しかも江戸城って、区内2期のね、ボーナスタイムがあるじゃないですか。もうやばいことになりますよね、これは。でも、我が本丸では、大般若さんと 南泉一文字さんはすでに99なので、お茶でも飲んでてください。 申し訳ない。実力なけで、ば、妖刀伝説も生まれ以なか上っでたごでざしいょますね。催し物。う。ですから、私は私の在り方を催貫しくだ物。けです。でも別にこっからこう？出陣ですね。あなたのああ、期こ待こにに飛応べえまる。しょう。あんまり変わんなくないか、これと。ワンクッション早いか。出陣ですね。一緒じゃあなたない？の期待に応え ま一しょう。緒じゃない？ここに飛んだよ。一緒だぞ。まあ、なんか新しいものを入れてくれるっていう試みは、ありがたいかな。でも、催し物が例えば、2、3個、ひょっとしたら今後、ね、戦闘に行く、出陣するのが、ね、2か所、3か所あるイベントが来るかもしれないよね。そういう時にはいいかもしれない。ということでした。違う。今日の本題を忘れてました。今日は、前に旅立った、旅立って極めの修行を、終えた、ウグイス丸さんがいらっしゃいますので、そのお手紙と、お帰りシーンと戦闘を見ていきましょう。それではよろしくお願いします。おっす。ウグイス丸より手紙が届いています。読んでいきましょう。主、ずいぶん下の方だね。いつもこの辺じゃなかった、RG。こんな下の方、短いの。修行の旅の空の下、これを書いている。ウグイスだけに空の下、なんてな、なんてな。 ちょっと、おい。 こんなに短いのあったか。だから真ん中だったんだな。なんか、なんだっけ、堂田るきさんの時に、一応この手紙って義務付けられてるものらしいけど、本当なんか、もう、なんてなって、ちょっと、何にもわかんない。空の下を歩いてることしかわからなかった。明日の手紙を待ちましょう。ウグイス丸より手紙が届いています。読んでこう。さあ、昨日よりかはちょっと長そうだね。でも今日もちょっと下だな。これも短そうだな。主、俺は室町の世で、時の将軍から小笠原政康様でいいのかな？に渡されてからこの方、宝刀として大切に扱われ、飾られていたというわけだ。そういう宝物扱いであったにもかかわらず、お上献上される時には大修復が必要だったありさま。ああ、そうなの？何があったの？何があったの？実践で誉れ高い評価など得ずとも、その美しさで名刀とされた大金平とは大違いなのさ。結局、大金平さんの話は出てくるんだな。はあ、これはちょっとウグイさんの歴史も、たどってみないとな。では、ありがとうございました。3日目、お願いします。
はい、ウグイス丸より手紙が届いております。さあ見ていきましょう。そういえば BGM を消したままだったBGM 消したままだった RGA。 あ、そうか、俺は古いだけでそれ以外に評価らしい評価を得られなかった刀だと。え、そうなの？だからこそ同じ五備前派で打たれ名刀の両横綱とまで言われた大金平がいつまで経っても同時切りの影から逃れられないのがもどかしくてたまらなかったのか。ほー、他人がなんて言うかなんてどうでもいい。うん、そう言われたかったのは俺だったのか。はあ、はあ、なるほど。ここにある、古くからずっと。じゃあもう旅は切り上げていいかな。主と共に見上げた空はあんなにも広く穏やかだったのだから最後の一番すごい詩的だな。主と共に見上げた空、そんな日もあったか。はあ広く穏やかだったのだから、はい、おかえりおかえりなさい。まだ帰ってない、まだ帰ってない。はい、じゃあ明日待ちましょう。はい、ありがとうございました。ああ、無事に帰ってきましたよ。刀剣たちが戻ってきたようだ。お、細い細いああ、車に構えちゃって。へえ、なんか色旅に出ていた。うん、感想か何もなかった。そうだな、何もなかったよ。何もなかったんですか、旅先にはね。はあ、はいはいはい、細、はい、じゃあ見ていきましょう。はいはい、帰ってきてからちょっとすぐ出勤してスマホの方でね少し、うん、レベル上げちゃったんですけども、声を聞くのはこれが初めてなんで、はい、見ていきましょう。拝命した。うん、微力を尽くそう。微力を尽くそう、そんな謙遜なさるな。分かった、うん、任せろ。任せます。拝命した。微力を尽くそう。じゃあ装備を景気兵あげよう。なかなかのもんだな。うん、まあありがたく受け取っておくか。まあそのまあはなんだ。この飾り分は働くよ。この飾り分、飾り分、あ、これ飾り飾り扱いですか、ケーキ兵さん。馬は戦の時くらい俺の言うことを聞け。ちょっと声が低くなったね。うん、ね、もうなんか眼力で、なんだろう、威圧で馬を言うことを聞かせてる感じになってんの、これ。戦の時くらい俺の言うことを聞け。違うよね、雰囲気が。だいぶ、まあ、ほら、ありがたく受け取っておくか。え、大間さんにはね厳しいの、ウグイス丸さん。戦の時くらい俺の言うことを聞け。戦の時ぐらい、普段は言うこと聞かないの。そうなの。今度はあの内番で馬番にしてみよう。俺にお守りか。うん、ああ、帰って茶を飲むまで死にはしないぞ。茶を飲むために帰ってくる。おお、なん、馬とお守りの時を声がなんか低くなりますね。うん、ちょ、声が鋭くなった感じがする。うん、はい、お帰りなさいませ。茶でも飲むか一緒にどうだ。あなたは茶を飲むか。大金平はいいか。大金平のことだよね。相手しろ。茶を飲むか、大金平のことか。大金平はいいから相手しろか。茶でも飲むか一緒にどうだ。大金平はいいから相手しろか。あ、大金平はいいから相手しろってことは、僕が大金平のことはもういいからって言ってるのか、これ。なるほど、僕のせいか。うん、たまには大金平のことをもっと話せって。どっちどっちどっちなの。今度は大金平のことも聞かせてよって僕が言ってんの。どんだけ気まぐれなサニワなの、僕は。大金平はいいから。あとはつつきすぎ。大金茶でも飲むか。
まあ明日をも知れぬのが俺たちだ、うん、だからそう茶でも飲むか。お茶はいいぞ。すごいお茶推し。すごいお茶推し。そんなんだったっけ。まあ、確かに映画のあの最初のね、あの宣伝だっけ。でもなんかお茶飲んでたよね。いや宣伝っていうかあれかな、注意事項ね、うん、映画は録画とか録音しちゃダメだよっていう時にもなんかお茶飲んでたような気がするけど、確かに。はあ。じゃあ盗聴の方見ていきましょう。うん、相変わらず体にフィットしたスーツを着こなしておりますな。はい、で赤くなったんだね、このウグイス色、うん、うんでいいのかな、のところがで、肩に俺はウグイスマイ防具がついたと。大金平とは同じ小備前派で、作風を同一にする。歴史が古いくらいで、逸話らしい逸話は特にないだ。ないね、うん、今の主は別にそんなこと気にしない。まあね、確かに確かに気にしないわ。うん、大丈夫です。はい、あ、いい姿勢のいい立ち方でございますが、これは何、これは何が待ってんの、これこれは何、新しいな、オーラブレードであるけど、何が待ってるのかわからない。講師かな、うん、なんだろうね、腕の柄なのかな、これもともと。で、こっちにはないよな、うん、こっから出てんの、この腕の桜の模様のようなものから。はあ、へえ、戦闘ポーズも、俺はウグイスマイ、戦闘ポーズは同じ、変わってない、俺はウグイスマイ、変わってないか。俺はウグイスマイ、うん、大金平とは同じ小備前派で作風を同一にする。ああ、まあ神経視察見てないのか。なんてこった。俺は神経視察見たことなかったんだ、ウイスマルさん。同じ小備前派で、じゃあ今回はちょっと見ていきましょう。うん、歴史が古いくらいで、まああの玉集めとかしていれば結構簡単に、うん、見れますんでね。別にそんなこと、じゃあこれからもよろしくお願いします、ウグイさん。はい、ウグイさんもね、あの映画からいらっしゃるんで、うん、だいぶうちではフル株なんで、ね、こっからようやくレベル上げ、うん、頑張っていきましょう。もうとっくに99だったからね、はい、いや99の人どうしても出しづらいからね、うん、どうしても本当にあのなんていうか大事にしまわれてた感じになっちゃったけど、こっからまあバンバン出して戦ってもらいましょう。はい、よろしく。はい、それでは、連結も終わってるんでね、うん、せっかくなんで一回出陣してみましょう。い、出陣でもするか。出陣でも、みんな茶の一つは持ったか。何それ、水筒でも持ってるのかな。茶の一つでも持ったか、缶かな。缶か、それとも水筒かな。ここでもお茶が必要か。まあ旅には、まあ戦闘には水分必要だけどな、うん、はい。で今回のイベントはですね、ここに書いてあるんですけども、はい、経験値得点っていうのがあるんですね、うん。一部の刀剣なしは今回のイベントで、経験値が2倍に増加します、以下の4名ですということで、戦後さんと大般若さんと南仙さんと、太閤左文字さんの4名4振りですね、はい。なんで連れて行きたいんですけども、もうね、大般若さんと南仙さんはとっくにレベル99なんで、うーん、申し訳ない、うん、大事にしまわれております、はい。ね、まあ戦後さんと太閤左文字さんは入れて行くのが吉ですね、今回は。はい、まあ多分太閤さん速攻で99になるよね、そんなの。ね、特段子だもん、速攻で99になるよ。今回のイベントはこの戦後さんがどこまで上がるかが楽しみですね、今41なんで、はい。まあ一応は部隊長、部隊長にしといた方が得かな。あなたの私の実力を、まあ得なんだろうな。知っていますからね。まあだって2倍するから、
して、さらに体調で2倍になるわけでしょ。それでさらにあの誉れなんか取ろうもんならね、4倍の8倍になるのかな。まあ今回はとりあえずウグイスさん、ウグイスさん主役なんでね、今回はウグイスさん、うん、舞台長でいきますけども、うん、声も聞きたいしね、はい。いや戦後さんちょっと、うん、41から上がるかな。でも上がっても2個ぐらいだと思うけどね、極め男子は。まあ行きましょう。はい、出陣です。ウグイスマン出る出る出ちゃう、いろんなとこからお茶が出ちゃう。いや実際出そうだな、ウグイスさんのなんか持ってる荷物とか、まあ、この辺とかにお茶入ってそう。定期を放て、偵察偵察。さてと、俺にも俺を大事にしてくれる主人がいて、残念、こっちなんだ。切りますよ。一点の名前だと喋ってるうちに、喋ってるうちに太鼓さんが殴り出して、そこどけ、おお、気合入ってるね。うん、ちょっと一番にするの忘れてた。一番にしないと早すぎて分かんない。一番あですか。そして やっぱオーラ具合はソーザさんが一番すごいんだよな。まあ、で素の戦闘のポーズでなんかもう真剣必殺っぽいもんねこれ。うん、もうオーラ具合はソーザさんすごいよ本当に。ちょっと1倍で見ていきましょう。次1倍で、うん、じゃないとウグイスさん喋ってる間に太鼓さんが殴り出しちゃうから、うん、そしてそう言ってると戦闘が来ないよ。頼むぜ。定期を放て。法人。さてと、俺にも俺を大事にしてくれる主人がいてだ。お、別さぜ。要するに戦うわけだ。長い。あれ。一枚にしてもな。そこだ。言い切れてないじゃん。どけ。そこをどけ。そこどけ。なんね。俺にも俺を大事にしてくれる主がいるから、まあ戦うかって言ったっけ？なんだっけ？主にいい顔を見せられそうだ。おお、ありがとうございます。すごいな、一倍でももう本当に静かに喋る人たちを連れていかないと聞こえないね。うん、あ、こういう時こそ光節さんといろんなものが落ちているな。いろんなものが落ちている。こういう時こそね、前回のね、あの光節さんと地蔵さんとかね、ちょっと腹から声出さない人たちを。定期を放て。定期を放て。いいね、もう気合入ってるな今回。もう一回ちゃんと聞くぞ。さてと俺にも俺を大事にしてくれる主人がいてだな。主人がいてだな。今こそ好機。まあ要するに戦うわけだ。要するに戦うわけだ。長い。しかもまあって言った後一呼吸置いちゃう。そこどけ。一呼吸置いちゃうからさ、より追いつかない。もう2人目ぐらいまで殴ってるもんね。はあ、ありがたいな。今ちゃんと笑えているか。笑えてる笑えてる。うん、いいよ、にっこりにっこり青え。はい、じゃあちょっとボスまで飛ばしましょう。はい、ボス来ました。じゃあ聞いていきましょう、ボスゼリフ。さて、ここからが本番か。本番。定期を放て。定期を放て。はい、また一倍に戻す。いやー、お猿さん速度速いんだよ。俺にも俺を大事にしてくれる主人がいてだ。言ってたな。ぶっ刺せ。ぶっ刺す。上から失礼。戦うわけだ。切りますよ。ちょっと3人目ぐらいまで行ってるから一倍にしても。そこだ。どけ。そこをどけ。どけ。はい、ありがとうございます。いや、ウグイスさん体調いいな、いいわ。また伝説を作ってしまいました。伝説作ってくれよ、レベル上げの。いいな、このレベル5760で。しかもたまにね、さっきもちょっと撮ってない時に来ちゃったんですけど、あの区内ね、区内カップルが来てくれたからね、もうとんでもない経験値になるよこれ。
いや、戦後さん、これは一気に、あげるチャンスですね。頑張っていきましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いや、今回はなんかどっちかっていうと太閤さんのぶっ刺すに全部持ってかれたような気がしますけども はい、なかなかいいコンビだったんじゃないでしょうか で、その後鶴丸さんが残念って言ってるのがね、またね なんか流れできちゃってるんですけども、はい。というわけで、本日はこの辺で終わりたいと思います。また次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。オス。